ルミエール兄弟、ルミエール兄弟は、トーマス・エジソンと並び称せられる、フランスの映画発明者。映画の父と呼ばれる。世界初の実用カラー写真の開発者でもある。父、アントワーヌはもともと肖像画家だったが、ダゲレオタイプを手にしてから写真館を開業していた。1881年に、弟、ルイは、父の仕事を手伝い始め、観光材や写真看板の研究。 改良を行った。ルイの研究が評判になったので、アントワーヌはリオンに写真乾板の工場を開設。さらに、1890年頃にルイが開発した乾板観光材、エチケットブルーが大ヒットした。1894年、パリでアントワーヌはエジソンの開発したキネトスコープを目の当たりにした。父のすすめで、兄弟は動画の研究を開始。 キネトスコープを完了し、スクリーンに投影することによって、一度に多くの人々が鑑賞できるシネマトグラフリミエルを開発した。フィルムの長さは17メートルで、手で回すことで撮影、上映でき、映像は約50秒になる。当時、義手や義足、写真機材等の製造を営んでいた二人は、自らの工場の近辺等で撮影を行い、 1895年12月28日、パリのグランカフェ近いのサロンナンディアンで、その映像などを人々に有料公開した。この中で、世界最初の実写映画は、工場の出口である。また、ラッシオタ駅への列車の到着では、カメラに向かってくる記者を見て観客が大騒ぎしたという伝説を生んだ。二人は1900年に開催されたパリバンパクでも、 映画を上映しており、来場した世界中の人々を魅了している。一方で、ルミエール協会を立ち上げ世界中にカメラマンを派遣、日本を含む世界各地の最初期の映像を多く残した。その後、二人はシネマトグラフの特許をパテに、売り渡し映画事業から撤退するが、二人の活動に刺激を受けたエジソンは映画撮影のための施設を作り、 劇映画制作に乗り出していった。1907年、二人は世界初の実用カラー写真、オートクロームを発売。これは赤、緑、青に染めたジャガイモ澱粉をカラーフィルターにしたもの。従来の三色分解ワンショットカメラと違って、看板一枚だけで撮影できたので、アマチュアを中心に支持を集めた。彼らのせルミエールがフランス語で、 光を表す言葉でもあるのは偶然であるが興味深い。日本ではルミエール兄弟のシネマトグラフ映写機二台とフィルムハッシュが輸入され1897年2月20日から大阪エビス橋の南遅延部場で公開された。また1982年には映画発展のためのフランスの学術機関としてリヨンにルミエール研究所が設立された。 最初の映画の撮影も行われた父、アントワーヌの写真看板工場跡地には、現在映画上映も行われている、プルミエフィルムが建てられており、その向かいにはアントワーヌが1902年に建てた、館を転用している、ルミエール美術館がある。同研究所はこれらの施設の管理、運営も行っている。ありがとうございます。